顔につけてね、バカバカ。いや、いいかなと思って。チンチ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 チン。こうやって撫でながら運転するのすげえいい。キャスト機械王5,500円。機械王って檜原村から行った方が近いんじゃないの？どっちがいい？いやね、ちょっと一回都民の森で入れてみる。いや同じだよ距離。いやすごくない？うるせえかな。いや一回入れてみっつって、ね、なんでパパがさしこってもらおうとしてるの？とモリタだ。モリタ。テミのモリタ。これだよ。刺されちゃう。痛いお前。痛い、爪痛い。下がない。あ、体験か。あ、それ違うね。上でしょ。うん。お、すげえ。二頭山近く。おお。だって遠回りだもん、あっちから行った。変わった、ババア。で、奥多摩の方わざわざ回ってんの。まあ、わかんない。1時間ぐらい違う。まあ、何やってるの、僕。痛いよ、僕。ていうか、お前何やってるの。痛いって、お前、爪痛いよ。トリオタングラム。しかもこっち側のルートの方が駐車場左側だから入りやすい。俺充電できてない。今何パーセントとか言ったら。いいのか。そう、昨日ユニクロでさ、スパイファミリーの T シャツ発売だったんだよ。はい。欲しかったんだけど、なんか回転前からしない。そんなことしたの？おかしくね？開店前より
車のワゴンが煽ってきて、もう引き殺すんじゃねえのってぐらい接近してきて、しかもそれで鳴らしてきたんだよ、バーバーって。それでそのワゴン一旦道路出ようとした時に、そのたあの台車を教えた高井の人が多分その行動カチンと来てさ、なんか車もその車も止まって、なんか文句言ってすげえ怒鳴り合ってた。あったなーって。だけどほんの数分で終わったから意外と解決早かったなと思って。暑いしね、イライラしちゃうよねって。ほい、すごい。しかもお互い仕事中なんだからさ、そんなんでくだらないことしてたら自分たちがペナルティーもらうだけだからさ、バカだよねってなっちゃうもんね。バカるか。でもちょっとした先に警察もいたんだよね、駐禁切ってる。すげえ、なんか顔すってたよ、昨日の感じは。あ、駐禁やってたんだ。駐禁やってたから、なかったらあのおまわりさんとかに誰かきっと言いに行くんだろうなとか。思いのほかすぐ話終わってたから。どうすんだよこれ。話してんじゃねえよとか、それあれなんじゃない。でもあれはちょっとね、良くないよ、車も。左のあの人が男だったらどうすんの。別にいいじゃん、綺麗だねって。この間どう見ても女装した汚いおっさんが入ってきてたんだけど、私は見て見ぬふりしてた。あの、女装したね、なんかウキウキして入ってきたから、これはきっとね、普通に接するのがきつい。もうちょっと綺麗にすればいいのにな、ウィッグって思って。ボサボサなんだもん。あれじゃないの、なんかこうじゃないの、こう台風にでも合いましたって。こうじゃないの、なんかこうだよ、こう。ウィッグ綺麗にする方法知ってるから教えようかって言いたくなる。それこう。何こうって。こう、あなたの大好きなこう。何こうって。え、そこに愛はあるんかの、あのシーン面白いよね。はい、この丸の中に何が入るかな、はい、答えてみてって言った時にさ、猫って言ったらさ、あの反応もいいよね。うん、そっか、猫か、なんでやねん。Thank you.